国家労働法師団は、ナチスドイツで失業対策として設立された労働組織であり、第二次世界大戦中、ドイツ軍の支援を行った補助機関でもある。アメリカ合衆国における市民保全部隊に似た組織である。女性部隊用団基組織は大きく分けて男性が所属するライクサービス大オンストマナーと、 女性が所属するライクサバイトディッシュとデア・ウィブリカン・ユーゲントの二つが存在した。年齢は17から25歳までのアーリア系。ドイツ人が所属6ヶ月間各種労働奉仕活動を行っており、男性は徴兵への準備期間としていた。ラジアンは40の労働管区から構成され、各労働管区はそれぞれ本部スタッフとワッチカンピニーによって運営された。 各管区には6から八個の労働大隊があり、各大隊には1200から1800名が所属した。1個大隊は200から300名が所属する中隊6個、各中隊は4個小隊からなり、各団員にはシャベルと自転車が支給された。ラジアンはバイマル共和制時代のハインリヒ・ブリューニング首相、率いる社会民主党政権下で1931年6月5日に、 創設された、法資勤労団を起源としており、大恐慌の影響で増加した失業者対策として、運河建設などを行っていた。ナチスが政権を掌握した後の1935年、同等の国家社会主義義義勤労法師団などと合流、6月6日に交付された国家勤労法師法により国家組織となり、同月26日に国家労働法師団として設立した。 ラジアン団員は様々な市民サービス、軍事建設、公共事業、農業計画に従事しており、コンスタンティン・ヒールルが創設から最後まで総裁を務めた。ナチス政権下でラジアンは準軍事組織とされた。ラジアンは1939年9月のポーランド、侵攻以前はアウトバーン建設を行い、戦争勃発後は軍用道路、飛行場、鉄道の建設、 保守などが主な仕事となった。1939年10月の時点で、1700個ラジアン中隊、総勢35万名が所属しており、フランス進行時には約900個中隊、ノルウェーにも18個中隊が送られ、ドーチやフィンランドなどで道路建設に従事した。1941年にバルバロッサ作戦が発動されると、5個自動車かラジアン大隊が、 所属、1942年、東部戦線では472個中隊が活躍した。さらに、同年8月以降は、陸軍、空軍により直接徴兵され始めるようになった。その他ドイツ、フランスには、空軍支援部隊として56個、中隊2万名以上が、ところの仕事を任されていた。1943年になると、 空軍支援部隊として6週間対空砲の訓練を行い、420個中隊が空軍降車砲部隊に所属し、他にも対戦車部隊、対空部隊など独自に軍隊化し、空軍から降車砲の運用を任され、88mm 砲、105mm 砲を所有、対空、対戦車に活躍した。1944年9月。 連合軍がマーケットガーデン作戦を発動すると、ラジアンに個中隊が不評、砲兵として前線に投入され、以後はドイツ軍最後の人的資源となった。ドイツの配色が濃厚となった1945年には、ラジアンの訓練期間も短縮され、軍事訓練のみを行った。また、国民突撃隊の創設も進んでおり、 ラジアンもこれに吸収される可能性があったが、総裁ヒールルが自身の権力維持のためにこれを拒否し、最後まで準軍事組織として生き残った。ただし、1945年4月、徴兵寸前の青年により参考師団が設立され、後にドイツ史上の有名人の名前を取って、アルベルト・レオ・シュラゲーター、フリードリ・ヒルート・ビッヒ・アーン、テオドール・キルナーとそれぞれ改名し、 バルタベンクの第12軍に所属、フリードリッヒルート・ビッヒアーン師団とテオドール・ケルナー師団は、ベルリン救出作戦に参加、ポツダムまで進撃を見せた。また、ラジアン第4師団、シュタヤー・マルク、ラジアン山岳師団、エンスがバイエルンで編成中であったが、実戦に出ることなく、終戦を迎えた。男性隊員と女性隊員を模した、キッテイシの勝利劇中にラジアンが登場する。 英語表記は英語版で使用されたものである。ありがとうございます。